ありがとうございます。ライトの微妙わかるのが。わ、からメキシコ行くんですけど、いつも荷物で引っかかるから、まあ、今回ビジネスということでカルネ申請っていうのをするんですけど、メキシコって入国の時に300ドル以上のものを持っているとそのなんか税金取られるんですよね。でそれで300ドル以下だったっていうし、確認が必要なんだけど、私たちって、まあ、何十万もするものを持ってってるから、まあまあ、ビジネスの場合はカルネって言って、まあ、これは輸出するものではないですよ。カルネ町。締め切り忘れてきちゃった。久しぶりです、氷結。ずっとビールだから、最近。犬？荷物だけ預ければいい。これはもうしなくていい。カウンターどこにあんの？カウンターどこ？捕まってんのよ。捕まってる。税関で捕まってる。髪切ったまる子想像できない。取れるよ。大丈夫、取れるっけ。一眼であれば。メロンはメロンですね。タペリコ。
なんか軽くなってない？ないかも、これ。外れたかも。ないかも。あ、いるいるいる。あるあるある。いるいるいる。なんだ？イワシじゃないよね。でもさ、あんな大きいルアーだからイワシは見つかない。そうだよね。いるいるいる。上がってくるよ。カツオ。カツオ？カツオカツオ。おお。すごい。あげるよ。抜いていい抜いていい。モメントモメント。モメントって待ってる待ってるって。オッケー。オッケー。はあ。上がったばっかりの時すごい綺麗だけどさ。10秒。いて？はい。どうぞ。あれ、なんかライムが今日入ってない。本当ちょっと節約してるじゃん。正直な感想、私が作ったやつの方が美味しいです。つまりさ、生臭いってことちょっと、あ、やはり生と食べます。キレキラマトコンセルベサのセルベサ、なんだそのセルベッサとセルベッサ。なんかこれはビエロ本来使わなくて、これ知ってもらっとこう。でもこれがついてる。とりあえずもらっとこう。本当だね。あ、混ぜる？混ぜる？ありがとうございます。じゃあ混ぜる。ビールですか？ビール入れた方がいいか。ビール入れます。お。あ、じゃあ。乾杯。これ一人一つ。一人一皿じゃないよね。まだ来てる。まだ来るんじゃないですか。ちょっとそれはもう逃げ出したくなる。食べなかった？一回あげてみてください。え、食べたでしょ。俺の手から。じゃあ落としとけばいいんじゃない？食べたよ。ナイス。ああああああ。なんかっていう。え？グラシャンスディナー、グラシャンスディナー、あれ行ってみる。これステーキみたいになるんですね。どうなの。やばいね、これ上の階の方が絶対いいよね。眺めがいいですね。やば。少し眺めがない。ダメ、今日は絶対やんない。ダメだよ絶対。これ出てきたら時間潰したから。サルエクさん、いろいろありがとうございました。
ちゃん最後の夜だ。そうだよ。だから私にだけお礼が言われた。何のことだろう。明日って。ごめんなさい。違う、いや、パソリではないからね。だるす、違う。美味しいけど。でも2個入ってる。美味しいけど、美味しい。あー、美味しいよ。え、10段階の何点ですか。え、普通に美味しい。やりたくて。普通に美味しいけど。グラシャーす。ナスがうまそう。アボカドか。何これ、アボカドあれ。うわー。何この上のチーズ？チーズと。あ、絶対外さないやつだこれ。パイナップル、パイナップル。あ、チーズ出すのに。あれはあと。なんで食べたんだ。これにチーズ食べるんですか？チャーハン。あ、本当だ。